宝の山ですね。まあ世界でね、ここでしか見れないですからね。このエリアは歴代の8体マシンですかね。歴代の NSR と RC211V、213V がこれだけ揃ってるのは壮観ですよね。すごいな。アイルトン・セナが操ったマクラーレンの MP44 ですか。ね、迫力ありますよね。奥にはプロストロンの乗ってた MP45 もあります。前からホンダの RA301、RA300、RA273、ね、壮観ですよね。ホンダ第一次 F1 活動期のマシンです。モビリティリゾートモテギ内にあるホンダコレクションホールに来ています。まあ、ここね、そうですね、3階建ての建物なんですけど、敷地面積は相当広いですね。まあ、なんていうんですかね、1階2階は一般車両が多いんですけど、お宝は3階ですね。といってもですね、まあ、2階のこういう一般車両スペース、もうなかなかすごいんですよ。もう多分ここだったら、車好きバイク好きだったら1日ずっと眺めてられると思うんですよね。そのぐらいもうすごいです。ではお宝がたくさんある、レーシングカーのスペースがあるね、3階に登っていきましょうか。3階はレースマニアだったらたまらないマシンがゴロゴロしてますからね。この階段を上って右側がオートバイ、左側が、自動車ですね。まずはオートバイエリア、正面に鎮座しているのは、フレディ・スペンサーが乗った、84年のですね、初代 NSR500 ですね。もうオーラプンプンですよ。その横に止まっているのがホンダの RC143、 1961年のマントー TT 優勝者ですね。ライダーはマイク・ヘイルウッド。この136番のバイクはホンダが海外で初めてレースに出たバイクです。この辺からずらっと60年代のね、赤タンクのレーサーが並ぶわけですが、 RC161、 RC162、 RC145、 RC171、 RC164、 RC114、 4RC146 ってね、もうずらーっと続くんですが、これ法則性がありまして、 RC1 の続く後にね、1が続いたら50、4だったら125、6だったら250、7だったら 350cc っていう風にね、法則性があるんですよ。ホンダのこの頃のレーサーって赤タンクに、まあ、シルバーのカウルっていうイメージなんですけど、このシルバーのね、風防、これ塗ってるわけじゃなくて、これアルミの板を叩いてこの形にしてるんですよ。すごいと思いません？奥に置いてあるのは RC16系の6気筒 250cc エンジンですね。すごいですよね。60年代ですよ。この当時60馬力以上あったって言いますからね。すごいですよね。今ね、市販の254気筒だとだいたい45馬力ぐらいですからね。それからだいたい何でしょうね、50年以上前のこのバイクが
60馬力以上あったんですごいです。82年の、NR500 楕円ピストンマシンですね。1万9000回転で120馬力以上っていうねマシンです。正面右側に見えるのが CB750F、デイトナ100マイルレース使用車ですね。8番のマシンは85年の NS500、 隣の17番のマシンは同じく85年に今度はフレディ・スペンサーが乗って、500のダブルタイトルを取った RS250RW。 RS250RW の隣にあるのが5番ですね、黒いマシン、エルフ3ホンダ。変わってますよね。リアは肩持ちですね。フロントがねやっぱすごい特徴的ですよね。レオン・ハスラムのお父さんロン・ハスラムがね乗ってましたよね。もみあげがすげえ長いのが僕はの印象がありましたね。エルフ3ホンダの隣に止まってるのが、87年のワインガードのNSR500、 その隣も、今度は88年のワインガードナーの NSR500 ですね。かっこいい。その隣の赤ゼッケン3番の、NSR500 は、国内モデルですね。宮城光選手が全日本で走ってたモデルです。その奥に止まっているのが、89年の NSR500、 ライダーはエディ・ローソンね。ここから、スイングアームがガルアームになりましたよね。いやしかしまあなんていうんですか、もう今はねタバコブランドのスポンサー禁止なんでもうこういうのは見ることないですけど、ロスマンズカラーって胸熱ですよね。もうロスマンズなんてタバコ全然美味しくないですけどもうかっこいいから吸ってましたもんね。エディローソンの奥に止まっているねちょっと一回り小ぶりなゼッケン1番チャンピオンマシンはこれルカ・カダローラのね NSR250 ですね。92年のチャンピオンマシンです。正面に見える18番ロスマンズカラー NSR250、 93年モデルですかね。岡田忠之選手が世界選手権で使ったバイクですね。93年ぐらいの NSR250 だともうね90馬力以上あるんですよ。すごいですよね。正面のレプソルカラーの1番ゼッケン、これはミック・ドゥーハン選手の NSR500 ですね。95年モデル。もうこの当時だと2サイクル500だと180馬力以上っていうね化け物ですよね。角にちらっと見えるのがその NSR500 に搭載されていた V 型4気筒の2サイクル 500cc エンジンですね。これチャンバーつけてこの小ささですよ。めちゃめちゃコンパクトですよね。ちなみにミック・ドゥーハンの息子さんジャック・ドゥーハンさんはあれですよね、四輪のレースやってますよね。もうすぐ F1 上がるか上がらないかっていうぐらいのところにいますよね。この8番の NSR250 は、94年モデル、ライダーは岡田忠之選手ですよね。このゼッケン4番シェルアドバンスカラーのね NSR250、 これ宇川徹選手のマシンですね。このちっちゃいのは、2001年の日本グランプリで勝った RS125 ですね。来ましたゼッケン74番、加藤大二郎の NSR250 2001年モデル。いやしかし今加藤大二郎をはじめこの日本人ってほんと早かったですよね。はい来ました46番といえばバレンシーノロッシ2001年のチャンピオンマシンですね。その
隣にあるゼッケン4番 NSR500 は2002年モデルで、まあ、2サイクル最後の年ですね。アレッサンドロ・バラスだったかな。まあ、同じくね、タバコカラーのウエストですけど、なんかかっこいいですよね。新鮮です。はいはい、またまた来ました。46番 RC211V ですね。2003年のチャンピオンマシン。なんかロッシーっていうともうね、ヤマハのイメージあるんですけどね、まあ、結構ホンダも乗ってるんですよね。いや、このカラーリングはかっこいい。もうなんかね、ロッシーらしいですよね。もうイタリアのセンスっていうね、もう塊な感じが最高です。カラーリングってもうヤマハじゃないのっていう感じなんですけど、実はこれね、2005年の 211V ですね。下69番、ニキヘデン RC211V、 2005年モデルですね。この年チャンピオン取ったんですよね、ニキヘデンね。自転車事故さえなければな、残念です。はい、ニッキー・ヘイデンの横にある27番のバイクは2011年 RC212V、 ケイシー・ストナーのマシンですね。71番 VTR1000SP、これあれですね、ホンダ系のプライベートチーム桜井ホンダが2003年に8体で買ったマシンですよね。ゼッケン90番ホンダ NR750、 これですね、ル・マン24時間耐久レース出て、まあ、リタイアしちゃったやつなんですけどね。ネモケンさんが乗ってましたね。その隣の、ロスマンズカラーのバイクは RVF750、 1985年の、世界耐久チャンピオンマシンです。そのお隣は RS750、 1984年の世界耐久選手権チャンピオンマシン。市販車ですかね、 RS だから、ワークスカーじゃないですよね。はい、これ超レアですね。 RS850R、 1984年ですかね。まあ周りが 1000cc の頃に850出てなかったっていうね。出ました、ホンダ RS1000 ですね。もう不沈感って言われるぐらいめちゃめちゃ無敵を誇った CB900F ベースの耐久レーサーですね。はい、一番最後はすごいマシンですね、 RCB1000 ですね。無敵艦隊とか不沈感って言われた、もうめちゃめちゃ伝説を作った耐久レーサーですね。これ前から見るとね、これなんかロボットみたいなね、オイルクーラーの口がすごい可愛いんですよね。かっこいいですね。要は CB500R ですね。 CB500R って言っても CB504 をベースに750までワーアップして2バルブから3バルブに変更しているという変態マシンです。でこの黄色と青のマシンはホンダ CBR1000RR ですね。2006年モデル、ル・マン24時間優勝者です。はい、セブンスターの黒いね、車体が見えると思うんですけど、2005年の CBR1000RR ですね。清成選手と宇川選手が乗ってね、鈴鹿8体ね、ロードレース9連覇達成したマシンです。このキャビンカラーのマシンは VTR1000SPW ですね。宇川徹選手と加藤大二郎選手が2000年の鈴鹿8体で優勝したマシンです。ホンダもまた2気筒大排気量のマシン出してくれたら結構売れると思うんですけどね。
はい、またまたタバコブランド、今度はラッキーストライクの、ホンダ RVF RC45 ですね。1998年の、鈴鹿8体マシンですね。お隣のバイクは同じく RC45、97年モデルですね。伊藤真一と宇川徹選手が乗って、またこれも勝ちましたね、8体で。お隣の白いバイクはホンダの RVF750、1993年の8体では残念ながら2位でしたね。ライダーは伊藤選手じゃなくて辻本選手とエディ・ローソン選手。さてさて、この辺のこれ3台4台ですか、トライアルのね、世界選手権マシンですけどね、これまあ見てるとね、私全然詳しくないんですけど、フレームのね、形状がやっぱりどんどん変わってきてるのが興味深いですよね。たださ、あれですよね、トライアルってなんかイメージ的に言うとすごい低速系なね、競技の感じがするんですけど、フレームの太さ見るとすごいですよね。これだけやっぱりああいう競技でも剛性がいるってことでしょうかね。同じく全然ね、まあ、ラリー車詳しくないんですけど、まあ、ここに3台ありますよね。一番手前が1982年ホンダ XR500R ですね。パリ高の優勝者です。僕もこれあんまり知らないんですけど、これあのホンダの EXP2 っていう、まあ、400cc2 サイクルのラリー車ですね。変わってますよね。まあ、ボディ的にはなんかアフリカツインのご先祖様みたいなイメージがあるんですけどね。はい、最後っていうかあれですね、ラリーカー XR600R バハですね。92年の輸出モデル、北アメリカのバハカリフォルニア半島横断レースで走ったバイクですね。このヘッドランプのこのシビエの後付けのね、このごっついやつ、なんかカスタムに活かせそうですよね、一般車のね、かっこいい、まあ、市販車にってことですけどね。まあ、この辺はね、まあ赤いホンダのワークスモトクロッサーレーサーなんですけど、もういかんせんね、私モトクロス全然知識ないんですよ。まあ、当然乗ったこともないんで、だからね、まあ、撮ってる時もあんま胸熱にならなかったんですよね。で、まあきっとすごいマシンがいっぱいあるんでしょうね、ここね、ぐるっと、まあ、だから見る人が見たらおーっていうマシンはね、多分あると思うんですけど、ごめんなさい、全然知識がないのでここはほぼスルーです。いやーね、もう二輪のフロア紹介するだけでね、結構動画作るの疲れちゃいました。で、本当は勢いに乗って、まあ、F1 系のね、まあ、紹介もしていこうと思ったんですけど、動画2本に分けますね。ですからまたね、これ動画 F1 シリーズはまた次回ってことで、ではではではです。あ、もしよろしかったらですね、チャンネル登録していただけると本当助かります。よろしくお願いいたします。では失礼いたします。